人生は変えられる石井隆です。今回はやりたくないスイートスポットだったらどうしたらいいのという話をしていきます。やりたくないスイートスポットだったらどうしたらいいんですかっていう人がいます。スイートスポットがなんか死体を洗う仕事とか、なんでそんな仕事するのっていう、なんかさ、やりたくないスイートスポットっていうちょっと意味が分からないですけど、スイートスポットってすぐにこれだって腑に落ちるものもあれば、なかなか何年も腑に落ちないものも当然あります。だからスイートスポットが出たとしても、やりたくないスイートスポットが出たら嫌なんでスイートスポット見たくないですっていう、まあそれネガティブな方もいるんですけど、大丈夫、そんなことはないと思うな。大抵はそうかって、その時に腑に落ちるか数年後に腑に落ちるかっていう感じだと思うので、やっぱりね、そもそも絶対にやりたくないスイートスポットだったら見なければいい、算出しなければいいというだけの話なので大丈夫だと思います。僕の場合は作家と起業家って言われて、作家っていうのはね、スイートスポット腑に落ちたんですよ。でも起業家が全く腑に落ちなかったですね。で、なぜかというと、作家っていうのは表現者の一個だっていうふうにカテゴリーだと思ったんですよ。表現者っていうカテゴリーがあって、表現者の中にアナウンサーもいれば歌手もいれば作家もいるんで、これはアナウンサーという喋る職業を各職業に変えるだけだと、これ近いなって思ったんですよ。そうか、僕やっぱ人前に出るよりも書いた方がいいんだっていうふうに思って、でそこで作家はすぐ腑に落ちたんですよね。でも起業家が全く腑に落ちなかった。だって僕ね、家庭教師のアルバイトを時給5000円でやっていたという、そんな過去はありますよ。あとカラオケボックスの深夜バイトしてた、それしか経験ありません。社会人経験がそれ、社会人じゃないそれね、アルバイト経験か、アルバイト経験がそれしかなくて、社会人もアナウンサーってね、アナウンサーってだって特殊すぎる職業なんですよ。NHK アクセント辞典の通りに全ての日本語を操るという仕事ですよ。意味ないです。野球実況ができる、意味ないです。ナレーションができる、まあナレーターとかできるか、実社会に出て全然意味がないというね、そういうスキルしかマスターしてないので、アナウンサーはもうアナウンサー辞めたらやっていけないというふうに当時も言われてました。だからね、起業家はないなっていうふうに思ったんですよね。でその時に僕は作家だけ腑に落ちてたから、中谷明宏先生のホームページをずっと見てたんですよ。そしたら経営コンサルタントの神田正則先生との対談テープがありますっていうふうにあって、あ、それは神田さんは知らないけど中谷さんの対談だから見てみようと思って、そこのホームページに行って、でついでにこちらをクリックってやったんですよ。そこにね、神田先生の業績アップをするための非常識な7つの習慣っていうね、タイトルのものがあって、そのカセットテープがついで買い、今買えば1000円引きぐらいになってて、500円引きだったかな、そうか、ついでにだからなんかクリックしちゃおうと思ってクリックして買ったら、僕は中谷さんとの対談テープよりも神田先生のね、テープにはまったわけですよ。その神田先生という方がどういうことを知ってたかっていうと、まあ、上智大学を卒業して外務省に行って、その後にビデオとテキストを売って、まあ、こうすれば儲かるとか、こうすれば経営でうまくいく、集客できるとか、そういったものをビデオとテキストにして販売をして、1つ5万円とかかなで販売をして、それが何万人とかに売れて年商が3億円、しかも雇っているのは派遣社員1名だけという状況だったので、これすごいなと、すごいじゃんと思った。僕もできるって思った。僕は作家志望だから本書けるし、喋るのアナウンサーだからできるし、起業家ってね、僕なんかコーヒーショップを経営するとかさ、そういうなんか店舗型ビジネスしかイメージなかったんですよ。でもこうやって、まあ、当時ネットビジネスもなかったですからね、インターネットもあのダイヤル回線が始まったぐらいの時期だったんで、インターネットビジネスも知らなかった時代です。その時代にさ、起業って言われて、まあ、今だったらネット企業あるけど、ネット企業もない時代にさ、もう店舗型ビジネスとかできるわけないじゃんっていうふうに思ったわけです。その時に彼がその通販みたいな形でこうすれば稼げるみたいな方法を売ってると、ビデオの時にできる、起業家はこれだと、神田正則スタイルだというふうに思って、完全に起業家腑に落ちて、そこまでやっぱ1年かかりましたもんね。だから僕でも腑に落ちるのに1年かかってるので、そういうこともあると思います。あとね、以前あの沖縄の24歳フリーターっていう方が来たことがあって、その方もね、沖縄で時給650円ぐらいで当時働いていてっていう方だったんですけど、その方がスイートスポット占い師って言ってて、ですぐにね、その後に占い館に行ったんですよ、リサーチだと思って。でそうしたら一番最初に着いた人から、あなたは占い師になるべき人よ、すぐ私の弟子になりなさいって言われて、1週間で沖縄から出てきて、でそこの占い館で占い師をやったっていう。でそこでいきなりね、時給1万円になったっていう、時給650円が1万円になりましたっていう、すごい奇跡的なことがあって、でもなんか本人は、あ、スイートスポットだからなんだくらいにしか思ってなかったですね。でそうしたらね、4年後5年後とかだったかな、
突然街を歩いてたら見知らぬおじさんから呼び止められて、君は沖縄出身かって言われて、そうですと、君はユタの家系だから占いの仕事した方がいいぞって言われたらしいですね。なんでユタの家系だってことは言ってくるのに、占いの仕事を僕がしていることは言ってくれないんだみたいな感じは思ったらしいんですけど、ですぐねそこでおばあちゃんに電話して、うちってユタの家系なのって聞いたら、え、言ってなかったっけ、うちユタだけどって言われて、だから僕は占い師やってるのというふうにその時に腑に落ちたっていうのがあったんで、だから 4,5 年かかってますね、その方の場合もね。だからこう腑に落ちないままやっていても、いつか腑に落ちる時が来るという感じなので、腑に落ちる腑に落ちないってね、実はもう関係ないかもしれないですね。僕はやっぱり腑に落ちないといけないタイプだったんで、腑に落ちたかった。でも起業家でさえ1年経たないと腑に落ちなかったので、自分のスイートスポットを知っていると急にねそれが腑に落ちる時があるかもしれないです。小説家がスイートスポットだって言われても、いや受け入れられないと、文章書いたことないしってなるかもしれないけど、どこかで何かのタイミングで、あ、これなら書けるっていう小説が生まれるかもしれないし、女優がスイートスポットだって言われたら、いや女優とか無理だしって思ってるかもしれないけど、突然なんかエキストラのバイトとか来たら、あ、これなんだっていうふうにね腑に落ちるかもしれないし、だからスイートスポットを知ってから腑に落ちるまでってこう誰しもね時間かかるので、もちろんすぐに腑に落ちるのもあるけど数年かかるのもあるというふうに思っていただけると、こうやりたくないスイートスポットだったらみたいな、そういう考えはなくなっていくんじゃないかなというふうに思っています。今回のご視聴ありがとうございました。人生を変える学びがあったという方は高評価とチャンネル登録、そして良かったよというコメントもぜひお寄せください。